デジモンアドベンチャー。2年半の休暇。1999年11月、ホイッスル。あれ？あの音は、ホイッスルだ、光の。一瞬、光が吹いたのかと思った。でも、光は母さんと買い物に出かけてるし、大地、あの笛は今はもうないはずだ。この世界には。どこから聞こえるんだ？窓は閉めてあって、外の音は全然聞こえてこない。でも、音は遠くから響いてくるようで、家の中から聞こえてるとは思えない。あの笛は、3ヶ月前に、デジタルワールドとこの現実世界をつなぐゲートが閉じるとき、俺たちが、どうしてもデジモンたちと別れてこの世界に帰らなくちゃいけないという時に、光が最後にテイルモンにあげてきたと言ってた。そうだ、デジバイス。ひょっとしたらまたデジタルワールドとのゲートが開いてるのかも。あったとしたらデジバイスからまたあの世界に行けるのかも。どこだよデジバイス。俺ってばどこにしまい込んじゃったんだっけ。あんなに大事にしてたのに。大事でだからこんな奥に。本当はいつもずっと手元に置いておこうと思ったけど、そしたらなんだか帰って寂しくなって、アグモンと一緒にいないことがはっきりするのが嫌で。だってあいつとはずっと一緒にいたんだ。今までのどんな他の人間ともそんなに長い間一緒にいたことはなかった。あれはデジタルワールドにいたのはこの人間世界ではほんの3日だったけど、あの時はデジタルワールドの時間の流れ方がこちらよりずっと早くて、だから俺とアグモンが一緒にいたのは半年、1年かな。それなのに離れちまってからもう3ヶ月も。あった。あれ違う、デジバイスからじゃなかった。じゃあの音は父さんの部屋だ。パソコンからだったんだ。父さん、パソコンつけっぱなしで会社行っちゃったのか。そうじゃない。普通のパソコンはあんな風な画面じゃない。あの画面の真ん中だけうっすらと光ってる。あの光り方はまるであの時の。そうだ、4年前に俺と光が初めてデジモンに会ったあの時、夜中に父さんのパソコンからデジタマが出てきた時にそっくりだ。アグモン、テイルモンもみんな。よく聞こえないよ。テイルモンの吹いてる笛だけしか。アグモン、お前変わらないな。いつでも元気でちゃんと飯食ってるか。なんだアグモン、それはサッカーの真似か。でもサッカーはあれからずっとやってなかった。頑張るよ俺、明日から、いや今日から、今からでも
また練習に行くよ。その時のゲートはあっという間に閉じてしまった。後で光にすごく怒られた。なんで私が帰るまで開けといてくれなかったんだって。そう言われてもな。まだ終わりじゃなかった。俺たちの冒険はまだ始まったばかりだった。それから何度かゲートは開き、デジモンたちがこっちに来たり、俺たちがあっちに行ったりできることもあった。ゲートはいつ開くかわからないし、気まぐれで不安定なものだったけど、それでも時々あいつに会えるだけで十分だった。アグモンはいつもにっこり笑って俺を待っていてくれた。そばにいなくてもあいつはいつも元気だ。そう分かってるだけでいいんだ。俺はまたサッカーを始めた。一生懸命やったよ。だってあいつに負けられないもんな。アグモンに、もう一人の俺に。